い、こんにちは。アムトランス代表の草薙です。アムトランスは、主に音質に特化した低空機、キャパシタ、それからそれに付随するもの、そういうものを製造販売しており、国内もとより海外二十数カ国にそういうものを輸出しております。最近では、真空管のソケットがほとんど中国製しかなくなってきまして、国産がないので、国産のソケットを新しく開発しました。しかもこれは非常に熱伝導のいい、ソケット、アルミナで作られたソケットですので、真空管の表面温度がだいたい10度ぐらい下がります。これが非常に特徴になっております。真空管の寿命が 1.6 倍ぐらい伸びることになります。それでは今から測定をいたしますので、その実際にどのくらい温度が下がるかというのをご覧いただきたいと思います。今この右手に持っているのが通常売られているステアタイトと称するセラミックソケットです。で、こちら側が我々が作ったアルミナ 95% で作ったセラミックソケットです。何が違うかというと、熱伝導率が全然違います。これを今から温度でどのくらい違うかっていうのを見ていただきたいと思います。さて、実際測定してみますと、普通のソケットだと真空管の表面度が200度近くに上がります。それに対して我々が作ったアルミナのソケットはだいたい190度ぐらい、約10度ぐらいは温度が下がっています。で、10度温度下がるとですね、だいたい 1.6 倍ぐらい寿命が延びることになります。この寿命に関しては、昔アメリカの GE 社が温度測定をしてまして、寿命がどのくらい変わるかというグラフが出てますので、それから類推してだいたい10度下がると 1.6 倍ぐらい寿命が延びるっていうのがデータ上から読み取れます。ソケットに関しては今 MT9 ピンでアルミナのソケットを作りましたけど、これから順次8ピンだとか4ピンのいろんな種類のソケットを作っていきたいと思っております。それから我々はどちらかというと開発指導型の会社なので、次々と新製品を出していく予定です。ぜひまたこの動画でそのニュースをお楽しみください。よろしくお願いします。